行っていただいたんですけど、はい、ちょっとまあこの本題いきなり入るとっていうか、まだ8時になってない。今なりました。今なりました。多分。あ、なってない。58分。もう一回やります。8時になったら。いい練習になりました。いい練習になった。うん。もう多分次俺下見ないで全部いけると思うんだけど。いや、この間一回みんなでズームで打ち合わせしたじゃないですか。その時に、はい、あのボードメンバーっていうか、いつも自助トークを行っている選手たちの服装が全員黒い問題みたいなのをジュン君に指摘されて、みんな次はじゃあちょっと黒をやめようっていう話して、で俺もさっきまで忘れて、確かにそんなん言ってましたね。言ってたでしょ。だ、俺は全然気にしてなかった。すっかり忘れてて、今一番近くにあった服を。確かに着替えてます。ものの数秒前にこれ着替えてきた方がいいですか。いや、大丈夫です。大丈夫ですか。大丈夫ですか。今日は、うん、やっぱみんな黒くないから明るいですね、雰囲気が。いつもちょっと、まあ、あえてのネクラ感っていうのも出しておるんですけど、それにしても暗すぎるってジュン君が言ってたから、それはすごい。うん、あの後確かにあれ暗いよなと思って、ね、誰か喋ってる時みんな無言で聞いてるし、まあもちろんそのね、まあかなりそういう色でやってはいるんですけど、まあちょっと今回は服も明るめで、うん、いいよ大丈夫、慎太郎くん別に、なんかすみません完全に忘れてた。全然大丈夫、うん、ね。それぐらいのリラックス感の方がいいと思う。うん、俺はなんか逆に硬くなってるのかもしれない。やべ、今日黒い服しちゃいけないんだみたいな。すいません、なんか無駄な気遣いの。いやいやいや、でもだいぶ違うよ、こうやって見たら。うん、ということで、まあ、8時になったんですけど、やりますか、そろそろ。はい。はい。はい、まあちょっと、なんでこのメンバーなのかっていうところをまず最初に、まあ、ちょろっと話させていただきます。まあ、ジソは、まあ、今こうやってオンラインでこういろんな選手、離れてる選手 YouTube 生配信を行ったり、まあ、いろんなところでこうあーだのこうだの結構内輪でもいろんな議論を活発に行ってるんですが、まあオンラインでやってはいるものの、でも結局オフラインで楽しいし重要だよねっていう話も、各方面から出て、まあでもそれはなかなか物理的にはこう全国各地にチームがあるしビジネスマンも散らばってるのでなかなか難しいということで、支部を立ち上げたんですけど、まあ見ての通りご覧の通り、九州支部でございます今回は。なのでこのメンバーでお送りしようと思うんですが、まだオフラインで、まあ、こんなことになってしまったのでオフラインではまだ一回も会ってないんで、まあこれが落ち着いたら、まあ一回九州支部をオフライン会をしようと思いますし、まあその様子なんかもまたちょっとなんかいろんなところで載っけたら面白いかななんて思っています。なんで全国各地に一応支部があるので、まあ、こうやって支部ごとの配信もこれから増えてきたら面白いかななんて思っています。で本題です。第8回になりました、自走トークですが、今回のテーマは、こだわりと執着心の違いということでですね、ハッシュタグ自走トークで質問等も受け付けておりますので、今日はこのメンバーでこのテーマに沿って議論していきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あとアンケートですね。アンケートも、どちらが大事だと思いますかという問いで、答えがゴールへのこだわりとゴールへの執着心ということで、そちらの方もツイッターで皆さんチェックして、返答していただけたら嬉しいです。またアンケートの結果も踏まえながら、そっか進めさせていただきたいと思います。
ってな感じですね。今回は、テーマ出しを富樫選手に、富樫啓真選手がテーマ出しをしてくれました。はい、個人的に素晴らしいテーマだなと思いましたし、はい、まあ、啓真らしいなっていうのも感じたんで、ちょっとこう、このテーマで議論をする、なんかこう、きっかけになったこう自分の思いだとかっていうのを簡単に喋っていただけたら嬉しいなと思います。はい。はい、そうですね。まあ、今回テーマ出しさせていただいたんですけども、まあ、こだわりと執着の違いというのは、まあ、正直僕が結構長いこと考えたというか、まあ、悩んだ、まあ、テーマであって、まあ、僕はこうフォワードなので、まあ、ゴールっていう仕事が、まあ、課せられてて、で、少なくとも僕はこう、なんだろうな、まあ、大学でも結構無名な方だったんで、どっちかっていうと。で、それでゴールのおかげで、まあ、この世界に入れたっていうところもあって、まあ、入りがそんな感じだったんで、まあ、どんどん、なんだろうな、その強い気持ちが、こだわった強い気持ちが、いつの間にか、まあ、執着に変わってって、で、まあ、その執着することによって、なんだろうな、もう、心がゴールへとらわれすぎて、もうゴールが全てだみたいな感じになって、でそれが力みとかにつながったりとか、なんかサッカーがどんどんつまんなくなってき、なってきてしまうっていうことが起きてしまって、でやっぱりいつの間にかそのこだわったものが、こう心を取られるっていう意味で執着するっていう方に変わったときに、なんだろう、自分の中でなんでこんなに苦しいんだろうってなって、で、執着をされてる、僕が執着してるっていうのを気づいたときに、捨てようと思ったときに、逆に今度はこだわりまで捨ててしまって、なんかこう、シュート自体がうまくいかなかったりとか、そこのバランスがすごい取れない時期があって、でそこに関してみんなはどうしてるのかなっていうか、まあ、ここまでそこに考えてるっていうのも、まあ、フォワードでなんか、そんなこと考えずにやれよっていう話なのかもしれないですけど、まあ、でもなんかそこで悩んだから、みんなその線引き、こだわりと執着の線引きはどうされてるのかなっていうのすごい僕気になってたんで、そこはみんなどうかなって思って今回このテーマ出しをさせていただきました。まあ、あのアンケートも結構こうフォワードによったアンケートで、まあ今日はちょっと啓真会みたいな感じに、いやなってますけど、いや、なんかそういう聞き、こうそういう聞きたいことをこういうところで聞くっていうのがすごいこう自尊の醍醐味だと思うので、なんか、まあ、僕もまあいろいろ、まあ今パッと話しようかなって思ったんですけど、まずはちょっと慎太郎くん、はい、今の啓真の話を受けて、なんかこう自分の中でのそういうこだわりだったり、まあ、もしくはそれと執着心の線引きだったりとかっていうところを、なんか自分なりにこう普段考えてることとかあったらちょっと教えてもらいたいなって思うんですけど。はい、まあこだわりとか執着心ってすごい日常とか、まあ、特にサッカー業界ではよく使われる言葉だと思うんですけど、でも実際なんだろう、線引き、どこがからこだわりでどこからがとか執着かとか全然考える機会なかったんで、改めてすごい考えさせられるこのテーマが決まってからの1週間だったなと思います。で、その先週ミーティングあった時に、まあ、ケイマン君もなんか執着とはみたいな、こだわりとはっていうのを調べたって聞いたので、僕もちょっと調べてみて、まずこだわりっていうのが、まあなんだろう、いいように言うと、物事に妥協せず、とことん追求するみたいな、僕のイメージとして。で、まあ、ちょっと行き過ぎると、ちょっとしたことを必要以上に気にしちゃう、みたいな感じかなっていう。まあ、調べて、自分のニュアンス的に理解とか解釈したのがそんな感じで。で、反対の執着に関しては、物事に心をとらわれて、そこから離れないことみたいな。まあ、いろんなパソコンとかで調べてみて、いろんな文章を見て、まあ、こういう感じかなっていうので、僕は解釈しました。
で、まあ、特にこのゴールに対するこだわりとか執着心ってすごい難しいと思ってて、まあ、ケンマン君も悩んだように多分日本中のストライカーだったりサッカー選手ってすごいここ悩んでるとこだと思うんですけど、まあ僕のイメージで言うと、なんか執着心とかっていうのはすごい外的要因が強い意志があるものみたいなイメージで、まあなんだろう、例えばサッカーですごい分かりやすく言うと、この選手より点を取らないと試合に出れないとか、点を取らないとまた次試合使ってもらえないとか、なんかそういった外から与えられる情報だったり状況で、うん、なっちゃう心境というか心の状態なのかなってすごい思って、うん、逆にこだわりっていうのは、うん、自分を納得させるものというか、うん、なんか自分の中の外とか関係なく自分の中で納得できる、そのためにするものとかことっていう、なんかそういうふうに自分の中で解釈しました。うん、なるほど。なんかすごく分かりやすかった。で、なんかケーマにとってのやっぱりそこの こだわりとか執着心っていうもののこうターゲットがこうゴールだったけど、こう慎太郎君のなんかそういうも ものは何かある、今こうプレイしててあんまりない。まあ僕のこだわりとしてはサッカーの時とか特になんですけど、まあサッカーで言うと前にプレーする、後ろ向きなプレーじゃなくて前にプレーするプレーっていうのはこだわりって言っていいと思います。なぜかというと、まあ僕昔から両足でボールを扱うことが結構得意で、右から左からどっちかディフェンスが来てもターンできるっていうのを得意な、プレーとしてきたので、その自分の特徴を生かすためにも前を向いてプレーするっていうのはすごいこだわってることで、去年はサイドハーフ、去年までサイドハーフがメインなポジションだったんですけど、今年、アビスパとの開幕戦ではボランチで出させてもらって、まあ、特にそのサイドハーフだったりボランチっていうのはそのターンとか前を向く姿勢っていうのがすごい大事だと思うので、そこはこれからもこだわりとして持っていきたいなと思ってます。けど執着にとはちょっとなんかこう程遠い感じはするよね。だからやっぱりこうゴールっていうものの、うん、なんだろうな、うん、魔力みたいなのってやっぱり今慎太郎くんの話聞いてそうです、ね、すごいんだなって、うん、改めてこう、うん、そっからなんかこうもう両足使うこととかターンに心がとらわれることはなさそうじゃん、はい、なんか話聞いてるとはい、そうですね、うん、もうなんか執着まではいかないかな、うん、なんかすごく、はい、なんだろうな、いいこだわりというか、うん、やっぱりこう、はい、プロの選手になった人たちはなんかそういういいこだわりをこう持ててる選手が個人的にはすごい多いなって思ってて、うん、でやっぱそことのやっぱこう、まあ、それがでもこう本当にいつ執着に変わるかっていうところがまあ個人的にもすごい、うん、まあ、ゴールとかじゃなくても、うん、なんかそういうのはなんか、まあ、個人的にもまあちょっと後で話したいなと思うんですけど、純くんはどうですか、今話聞いてても自分の中でこうこだわりと執着の感じ、はい、そうですね、まあアンケートのゴールに対するっていうのがつくと、正直どっちの言葉もすごくいい言葉だなっていうのはあって、ただそれはゴールっていう特別なものだからとは思うんですけど、じゃあゴールじゃないところで考えた時にやっぱこだわってるねって言われるのと執着してるねって言われるのだと、やっぱりこだわってるって言われた方がまあ嬉しいというかポジティブに捉えられる印象があって、うんうん、そういう意味では、ケーマン君と慎太郎と同じでこだわるっていう言葉の方がこうよりいい言葉というか、ちょっと大雑把な言い方なんですけど、うんうん、でそれって
どういう違いなのかなって僕もテーマをもらって考えた時に、まあ、慎太郎と似てるのはこうこだわるっていうのはこう自分の中でこう湧き上がってこう追求してこう再現がないものというか、うん、こうなんかこうどん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 進化していけるようなものかなと思うし、うん、で執着っていうのはなんかある形ちょっと見えすぎてる形が見えすぎてるからそこにこうまっすぐ走りすぎてるのかなっていうイメージがあって、でそれがどういう風な違いでいくのかなって自分なりに考えたら、まあこだわりっていうのはこうささやかな成功というかちょっとずつこう、うまくこう成功体験が積み重なって進んでいけるイメージ、でも執着っていうのはなんか何か大きなことを成し遂げたりとか、まあ、ケイマ君でいうとそのゴールによってプロへの道が開けたとか、そういう自分の中で大きなこうポイントになった時にそこにとらわれてしまって、その形を求めてこう進化したり変化させることができなくなってしまってる状態なのかなっていうふうに感じましたね。やっぱりケイマンは、まあ、多分あのゴールって言って、まあ、分かる人もいると思うし、まあ、もう5年も前の話になってしまうんで分かんない人もいる。そうですね、あのゴールって言いましたっけ。すいません、いやいや違うあのゴールとは言ってないよ。でもこうケイマン、お前は職業聞かれたらなんて答えるみたいな、うん、サッカー選手ですかみたいな、うん、いや違うみたいな、ストライカーって答えろみたいな、うん、で俺はその時もう本当にそれこそゴールに執着してた時期なんで、うん、いやーって思って、うん、もうすげえなんか高揚して、うん、いやまさによく言ってくれたと思って、うんうん、いや本当になんかもうゴールこそが全てみたいなところがあったんですよ、うんうん、でもう本当にそれほどいろんな意味で酔っ払った夜はなかったし、いや、ちょっといや本当に、うん、パン君覚えてます、パン君からもらったことなんですけど、いや分かったか、もう早く次行ってくれって心の、あ、すいません、今この30秒間ぐらいでもう早せって思ってたけど、覚えてる、そう、うん、でもうそこを大きいにも自分の中で確信っていうか、俺はもうストライカーとして生きていくみたいな、うん、もう本当に大げさじゃなくて本当にそう思ったんですよ、うんうん、でそっからまあなんだろうな、こうやっぱりこうそのエリート街道じゃなかったんで僕は今まですごいなんていうのかな、だからこう無名だったけど点取れるみたいなところにうぬぼれてた時期がすごい長くて、うん、だけどなんかその逆エリート状態っていうか、なんか無名なのに点取れんぞみたいなところに、うんうん、なんかパワー注いでたっていうか、うん、だから逆にまあ自分で言うのなんですけど、そんな別に技術がめっちゃあるっていうタイプでもなければ、まあ、めちゃくちゃ足が速いっていうわけでもないし、だけど俺はフォワードとして点が取れるっていうのにすごい執着してたんですよね。でそれ、うん、だから故にこう点取れなかった試合はもうほぼ仕事してないみたいな、自分は全くしてないみたいな、でもう勝っても全然嬉しくないしみたいな、それはもう違うなって思ったんですよね。すごい戻りますけど、いやいや、ちょっと待って、今んとこケイマンをその迷路に迷わせたのが今の話までだと俺になるけど大丈夫。いや、そういうわけない。ストライカーじゃなかった俺なんだろうみたいな。うんうんうん、まあ、いや、全然、まあ、パンクのせいじゃないですけど、もちろん、うん、自分で勝手にそうやって悩んでたんですけど、それで、なんかこう、そこから変わって、別にゴールに執着しなくていいよと思って、もう、まあ、もちろん、フォワードなんで、それが仕事なんで大事なんですけど、もうやっぱり執着してる時ほど取れなくなってきて、逆にそれが力みに生まれて、なんだろう、こう、ボールをよこせよこせって、逆にボールがもらえなかったりとか、こうシュートを決めたいがゆえに、こう、まあ、ふかしてしまうとか、まあ、よくある話なんですけど、逆にこう執着が、大体取れている時に点取れてるんですよね。こうもう本当無の状態というか、僕はどちらかというと、まあ、別に執着するのが悪いっていう
わけじゃないと思うんですよ、僕は。まあ、やっぱ執着心があるがゆえに取れてる選手もいるし、だからその執着心をエネルギーに変えるのがすごい僕は下手だったってだけで、うん、それはもう人それぞれだと思うんですけど、まあ、それでそうですね、もう執着せずに、まあ、ゴールにはこだわるけど、それ以外にじゃあチームからするにはどうしたらいいかっていうのを考えになってから、こうまあ少しずつバランスが取れるようになったっていうのはありました。いや、なんかごめん、あのもう俺なんかこ入ってこないです、なんか俺恥ずかしい。いやいや全然、いや違う、でも俺なりにやっぱそこのこう向き合うことから逃げないでほしかったっていうのはある、個人的には、ね、うんうん、いやもちろんもちろん、うん、そうそうなんだけど、いやマンクも冗談半分で言ってたんで。いやいや、まあ、そ, そのフォローきついわ。申し訳ない。いや、でも、でも確かにこう、ね、そのやっぱ執着心があることによってのこう、なんだろうな、こう、そこの伸びみたいなのがある時期もやっぱりあって、個人的には。うん、なんか、まあ僕はなんかこう、プロ入った時からすごい1対1をすごい評価されて、てて、うん、でやっぱそこ に負けちゃいけないとか、うん、でそういうものにこだわりが最初あったのが結構そこのうちやっぱり執着に結構すぐ変わっていって、うん、でやっぱいろんな人とこうサッカーの話をしていくうちにやっぱり守るっていうのはそういうことなんじゃないんじゃないかなってこう自分の中でこう他の人と話すことによって、あ、なんか自分はこうワンオンワンの守備にすごい執着、もう心をとらわれてたっていうか、うん、なんかそういうのがあって、でも、なんだろう、そこで突き詰めて、本当に、こう、本来サッカーで言ったら、そこまでウェイトを大きく割かなくていいところにも、すごく自分自身割いていて、うん、で、それによって、こう、身についた、こう、ものも結構あるので、なんかこう、そこら辺の、こう、違いはすごく、うん、なんだろう、一概にこう、いやもう物事がこだわりから執着に変わった瞬間悪だっていうのもなんかこう言い切れないところではあるんですけど、なんかこれはこう、うんうん、サッカーだけじゃないんじゃないかなって思うんですけど、やっぱそこら辺ちょっと勉強熱心なっていうちょっと平たい言葉で言っちゃうけど、ジュン君どうですかね。そうですね、僕もまあ自分が受け取るときにはやっぱり執着してるとは言われたくはないですけど、まあ、さっきも言ったように、うん、じゃあストライカーはこだわってるストライカー、執着心あるストライカー、どっちも本当いい言葉だと思うし、うん、ただこう執着っていうところはなんかこう言葉の僕のイメージはこうなんか点になってしまってるというか、うん、こだわりはこうさっきも言ったんですけど変化させていけたりこう進化変化どっちも求められるけど、うん、こう執着ってこうあるポイントになっちゃってるような気がして、もちろんそれを生かしてまたこう次のポイントっていうのを生かしていけば成長にもつながると思うんですけど、あとやっぱ執着してる自分ってこうその時って絶対自分で気づけないというか、うん、後から考えるとあの時執着してたなみたいなっていうのがあって、うん、僕が執着してしまったなっていう経験で言うと、まあ、去年キャプテンをやったんですけど、で、まあ、アビスパ J2 ですからもちろん J1 に上がるのが一番大事な目標 でそのためにこう一体感っていうのが大事だっていうふうに思ってて、変わってやりたいなって思ってたんですけど、まあ、一体感をこう求めてこだわりすぎたがゆえにこうそれをこうちょっと乱してしまうようなこうチームメイトの行動とか言動がすごくこう目に ついてしまうような時期があって、で結局こうそういうなんかはみ出したパワーとかも勝ちにつながればいいっていう心を持てなくて、その時にこうすぐ対応してしまって、こうちょっと多分そういうコミュニケーション取った選手にとってはちょっと息苦しい状況にもしてしまったと思うし、それを今振り返るとちょっとその一体感っていうワードにすごく執着してたのかなっていうのがあって、だからなんか執着ってそのリアルタイムでは気づけないなっていうのは自分では思いましたね。
いや、なんか今のじゅんくんの言葉はすごいこうスポーツ以外、サッカー以外、スポーツ以外にもかなり転用可能だなって思いましたね。なんか、なんか間違ってないんですけどね、それって全然っていう話で本当にもう紙一重というか、そこら辺のこう線引きが、まあじゃあ別にそういうね、もしそういうことがあったとして、でどこまでこうそういうパワーをこう引っ張るのかとか、引っ張り方はどうなのかとかっていう風になってくると、なんかこうまた別のこうフェーズに入ってくるというか、まあそれはだからこう抽象度とちょっと上げて、まあ執着から少し一歩引いたら、もしかしたらそういう目線も出てくるのかもしれないですけど、まあそういうのをやっぱリアルタイムで気づくことの難しさと、まああとは逆に重要でもあるなというふうにすごく今のは話は感じましたね。慎太郎くんどうですか？いや、もうすごいさっきの純くんの言葉というか、その実体験、すごいわかるなと思って、僕も大学4年の時副キャプテンやらせてもらったんですけど、その時なんか、まあ大学でよくあるなんか、なんだろう、今年の抱負、なんか後輩たちへのメッセージみたいな感じの文章を作れって言われた時に、今年は執着するってそれこそ書いたんですよ、これ本当に。へえ。で、多分その時、まあ、こだわるの最上級が執着みたいな、なんか勝手なイメージですけど、そういうイメージで捉えてて、なんか単なるこだわりだったり、こう薄っぺらいというか、ちょっと頑張るとかじゃなくて、もう今年はサッカー部に執着して頑張りますみたいなことを書いたんですよ。で、それこそ、純くんも言ってましたけど、一体感とか、なんだろう、理想のクラブとか、そういう理想像をこう、に執着した分、こう、それこそ後輩とか、僕が思ってる言動してくれない選手に対して、こう、許容できる範囲がすごい狭くて、まあ、そういうやつも必要だよって言ってくれるやつはいたんですけど、まあ、実際こう、許容、もっと許容範囲を広げたりとか、もう一個段階を下げて取り組んだら、もっといいチームだったり、一体感が本当に強いチームになったんじゃないかなってすごい思いました。はい。で、これもさっき下調べしたときに出てきたものなんですけど、はい、これすごい、これすごい調べてきてくれる。違うんですよ。これすごい面白いなと思って、執着っていう言葉、まず仏教っていう、仏教にすごい深い関わりがあるみたいなんですよ。へえ。で、仏教は、仏教的には、これ仏教的にはっていうのがすごい大事だと思うんですけど、仏教的には、苦しみの原因が、この執着にあるとされてて、で、執着を捨てることがすごい大切だって言い伝えられてるみたいなんですよ。で、これを聞いたときに、あ、でも確かに俺の大学時代とか、そうだったかもしれないってすごい思って、まあ、この、まあ、捨てるって言い切っちゃダメなんですけど、捨てきれなくても、こう、まあ、その時それこそ気づかないんですけど、ちょっとこう引いた目で見れたりとか、もう一個寄り添えたりしたらよかったのかなとか思い出しました。はい、いや、もうKマンのあのゴールの話から最後は仏教まで言っちゃいましたけど、マジで、いや、すごい領域をまたぎましたね、はい、これは、はい、間違いない。いや、でもそうだよね、やっぱこだわるっていうか、まあ、執着持つのってやっぱり苦しいよね、きついと思う、きついよね。だから、はい、どんどん捨てたくなるっていうか、そうですね、うん、捨てると楽になるし、俺はやっぱ一対一とかの、そういうのを捨てたらすごい楽、いいのか悪いのか分かんないけど、楽になったもんね、やっぱり。でも、捨てれない、フォワードが、いや、俺、点取んなくてもとかっていうわけには
ねえ、そうね、がないじゃん。まあ生きていく上には取らなきゃいけないんで、職業がね。職業がそうなんで、職業、そうや、ストライカーそうなんです。いや、なんかそのちょうどケイマにその話した時はなんか5年前ぐらいにこう、はい、僕の中でサッカー選手は3つに分けれる理論っていうのがすごい流行ってて、キーパー、ストライカー、それ以外っていうのがすごい流行ってたんですよ。うん、今言ってすごい寂し、なんか寒いなって思ったんですけど、5年前の、うん、そんなふむふむって聞くほど あの理論じゃないから、うん、それは今度オフライン会で、いやいやいや、じっくりやめましょうやめましょう、うん、だったんでケイマについつい言っちゃったんですよ、ね、うん、いや、まあ、めっちゃ覚えてますね。ケイマもうその話はやめました。今アンケートとか結構、はい、そうですね、やってますよね、うん、お、いや、そうですね、じゃあちょっと今来てるものを読み上げていきます。こだわりは他の人に分かってほしいけど、この内容は決して譲れないもの。執着心は自分で途中で違うと思っても後に引けないもの。どっかで引き際があってもブレーキをかけれないもの。なるほど。なるほど。そうですね、確かに。ブレーキね。ブレーキかけれない。そうですね。次。それこそ自分でコントロールできないっていう状態ですもん。なんか自分の手から離れちゃう感じですかね。なんかこだわって自分の手で扱ってたものがこう自分のものじゃなくなっちゃったりとかする。本当にこれってどうなんだっていうのがこう自分の手元に帰れなくなるっていうか、そういう感覚なのかなと思います。フォワードは特にこういうものと向き合わないといけないので難しそう。他のお三方の得意とするポジションとしての観点でこだわっていることを聞いてみたいです。そうですね、なんか今それぞれまあ出ましたけど、僕とジュン君のなんか今のこだわりみたいなのは話してないですね。ジュン君今何こだわってるものあります？僕はやっぱりなんかざっくりになっちゃうんですけど、やっぱ技術で、その中でまあジャンルで言うとやっぱファーストタッチっていうところはこだわっていて、まあ僕、まあ技術はこう点決めたりそれを防いだりするのもまあ技術だと思ってて、こう気持ちだけあっても思ったところにはボール飛ばないし、で気持ちだけあってもシュートブロックはできないし、だからこう何ですかね、こうサッカーの試合とかってプロサッカーの試合ってこうその技術だけじゃなくてそれを行う選手のそれまでのこう物語とかがあるから、すごくエンターテインメントとしてこう人がお金払って見に来るものだとは思ってるんですけど、でもその最後のこう一番大事なところは技術だと思ってるんで、まあそこはこだわってるっていうのはこう自分の技術が高いとかではなくて、こだわってやってるっていうのは一応自信は持って言えるところで、でもそれもちょっと執着かもってこの1週間で思ったのは例えばあの練習最初結構パスコンとかやるチーム多いじゃないですか、それをまあ言ったら、まあ、チンタラやるって言ったらあれですけど、チンタラやってこうミスしてる人とかすごい許せない時とかあるんですね。だそういう時とか、まあ、なんかもう今はこう自分がやるべきことに集中できてこう自然にやれてる時が多いんですけど、どうしてもこううまくいってない時とかはまあ極端な話だから勝てねえんだよみたいなメンタルにもなっちゃう時もあるし、そういうことってまたこれ執着なのかなとか、だからこれだからまあ質問の答えになってるか分かんないですけど、まあ、こだわってると言われればその技術、ファーストタッチの技術っていうのをまあ、こだわりたいとは思ってますね。なるほど。次行かせてもらいます。こだわりは自分が得たいもの、執着はなくしたくないものというイメージ。あ、これちょっと面白いですね。執着は嫉妬に近いかな。次です。サッカー観戦初心者ですが、今回のテーマを拝見してプレーにおいて執着心が先行するとパターン化されたステレオタイプの選手になる傾向があるのでしょうか。こだわりという言葉には可変性を含めている印象があります。
その違いなのかなと解釈しましたが、いかがですか？そうですね。そういうステレオタイプになるわけではないですよね、きっと。うん、うん、逆にこうそういうものに特化するととんでもないモンスターみたいなのが出てきますからね、いい意味でも。うん、ゆうぞうさんは執着心なさそう。いや、余計なお世話ですよ。嘘です、あんまないかもしれないです、ね、コメントが。はい、そうですね、僕もあんまりないですかね。うん、なんかあったらもうちょっとなんか何とか変わったのかなとか思いますけど、わ、すごいアンケート結果出ましたね。ゴールへの執着心 79.7%、 ゴールへのこだわり 20.3%。 いやー、はあ、そうですね、あ、またなんかちょっと議論を振り出しに戻すような。いや、まあでも、どっちもいい言葉だ。いや、うん、どっちも誰のゴールっていうのもありますよね。例えばでも、ケイマ君の話に軸戻すと、自分が点を取ることか、うん、チームのゴールかでも、またなんか、イメージが違ってくるだろうし。いや、面白いですね。でもなんかさっきもジュンク言いましたけど、これは2つともすごくいい言葉だなんで、うん、もしかすると設問ミスかもしれないです。やばい、やばい。設問ミス結構多いんですよね、最近、はい、申し訳ないです、すいません。いや、違いますよ。これは、うーん、いや、ちょっとそうですね、まあ、勝利に対してはどうだろう、勝利はこだまるもの、それとも勝利は執着するもの、これもなかなか、うん、うーん、どうですかね。でもリーグ戦で言ったら、一試合一試合の勝利に執着しすぎてたら、こう一喜一憂しやすいっていうところがありますね。そうですね、なんか、うん、うん、確かに、まあめちゃくちゃ大事なんですけど、めちゃくちゃ大事、めちゃくちゃ大事なんですけど、こだわるがいいですかね。なんか個人的にはですけど、どうなんですかね、うん、まあなんかどうですかね、どっちのチームが応援されやすいんだろうとかいろいろ考えちゃいますけどね。うん、うん、でもまあほぼみんな勝利は執着してますよね、実際チームの勝利は。そうですね、と思ってるんですけど、うん、いや、そこありきの執着しないです。まあこだわってはいますけどとか結構許されない。わかんないですけど、うん、あるよね、でも実際ね、うん、うん、それをまあまあいろいろ本気で応援してるさ、チームのさ、選手がさ、うん、ちょっとなんかさらっと言ってのけたら、こう他の、まあ、こうファンやサポーターの方々はどう思うのかなっていうのもちょっと、うん、そういう設問にしたらよかったかもしれないですね。難しい、ね、まあでも今日は K 満開なんで、やっぱゴールっていうことしましたけど、いやでもすごい結構こう質問もなんかこういろいろなるほどっていう質問が多かったですね。僕今本当たった今思い出したんですけど、僕一つこだわってることがありますね。僕ロングスローの練習をしないっていうことですかね。なんでですか。なんかサイドバックってめっちゃなんかロングスロー結構投げる選手多いじゃないですか。うん、なんか本当にそれはもう単純になんかこれは本当になんか結構際どい発言になるんですけど、まあ、好きじゃないっていうだけです、僕が。わかります、あのわかります、わかります、はい、はい、僕は投げちゃいけないんだって思ってます、勝手にですけど、はい、うん、でこれなんかもしも、いやなんかこれすいません、最後ちょっと僕の話みたいになっちゃうんですけど、あの僕みたいなこういう何が秀でてるかわからないようなちょっとわかりづらい選手が仮にロングスローっていうすごいこう目に見えるものを手に入れて、それを多用した瞬間に、僕多分皆さんの心とかもしくは書物とか記録にこうロングスローを武器に J リーグ17年間戦ったサイドバックって記されるの僕ちょっと嫌なんですよね。なるほど。
いや、そんな選手じゃなかったんだけどなって思いながら、こう、あの J リーグを去りたくないので、はい。なんで、ちょっとロングスローの選手は、はい。してないですね。でも、なんかこう、チームの、こう、勝利とか、まあ、なんですかね、そういうものを考えたら、投げれるに越したことはないじゃないですか。うん、なんで、僕はなんかそういう、こう、どっちかっていうと、自分のそういうあり方には執着してるかもしれないですね。うん、うん、こだわりというか、うん、まあ、そこの線引きが、これはもしかしたら執着に近いのかもしれないですけどね、ロングスロー投げないっていう。でも、こう、なんか自分がどんなプレイヤーでいたいかっていうのの、まあ、別にこう、まあね、ロングスロー、別にロングスロー自体を否定してるわけじゃなくて、あれも本当、サッカーの一部だと思いますし、あれが武器の選手もいていいと思うんですけど。まあ、個人的にはそういうふうなことを今思いました。はい、まあ、まあ、今年それでギャンギャン投げてたら、まあ、あ、何か捨てて練習したんだなって思ってください。飛びそうですもんね。いやいや、飛ばないんだよ、まあ、それ。一応練習してみたことはあるんだけど。あ、あるんですか。はい。そんな感じでですね、今回もちょっと。第8回の自走トーク、皆さんいかがでしたでしょうか。初参戦のお三方を迎えてだったんですけど、じゃあまずは、じゃあケーマンはオチにするから、じゃあまず慎太郎。いや、本当毎回多分この自走トーク出られた方みんな言ってるんですけど、まあ話足りないですよね。ああ、確実に。それは、はい。まあでも、このなんか結局どうなんだっていうのが分かんない話し合いだからこそ、なんかいい面がすごいあると思うんで、これからも続けてこういう会に参加できたらなと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。じゅんくん、どうですか。はい、したけど、僕はこの配信の1回目見たときに、すごい参加するにはちょっと敷居が高いなと思ってたんですけど、意外とやってみると話せることも多かったし、うん、まあ、これがこう誰かの役に立ったかどうかわからないですけど、自分の考えも整理できて、まあ、今はさ、他の3人だけですけど、他の人の考えとか考え方みたいなのも聞けて、すごくいい時間になりました。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあケーマン。いやいや、落ちて、いや、落ちて、まあ、落ちて、言葉が悪かった。最後はケーマンで、はい、そうですね。いや、まずは僕のテーマに付き添っていただきありがとうございました。本当にすごいハッとさせれるような皆さんの発言に考えさせられましたし、まあ、最後に、まあ、ちょっと言っておきたいのは、あ、ゴールすることは俺はめっちゃ好きだよっていうのは言っておきたいです。めっちゃ好きです。もう執着はしてないけど、同じようにそのゴールした瞬間が、まあ、一番幸せだし、そこはなんかゴールが嫌いみたいな感じに一瞬映っちゃったかなと思って、ちょっと気になったんで。で、まあ本当に僕も自走初めての参加でしたけど、すごい楽しかったです。もうシンプルにどう喋ろうかなとかちょっと一瞬迷いましたけど、そういうことを忘れて途中からすごい楽しめました。またなんか議論できたら嬉しいです。よかったです。はい、まあ、ケーマンがゴール好きなのは、タレント取った後のあの顔見ればみんな知ってると思う。ご安心ください。あ、そうですよね。はい、表情が、はい、すごいいい顔してるから大丈夫です。はい、まあ、そんな感じで本当に、いや、僕もちょっと特に慎太郎くんとかちゃんとゆっくりこうオフラインで喋ったことない中でこうやって話すんでちょっと緊張してましたけど、うん、でもなんかめちゃくちゃなんかこう自分で言うのもなんですけど、すごい楽しかったし、いい回だったなと思いました。うん、まあ、そんな感じですね。まあ、ちょっとまた次回の日程は、追ってツイッターで、皆様に告知しますので、そんなところで第8回の自走トークでした。皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。